ヘッド解放。シュベルト解放区の酒井です。本日はですね、富士見高原リゾート、まあ、長野県の富士見高原リゾート、ここちょっと貼っとくんですけど、オープンミーティングに、ファミリーっていうのに今から参加していきたいと思います。で、まあ、ちょっと今から出るんで、まあ、お昼過ぎということで、まあ、到着になると思うんですけど、まあ、どうやって、まあ、なぜっていう、まあ、キャンプ僕あんまりできないと思うんですけど、まあ、一応ですね、行って、そのキャンプ、もうショベルも今動かない状態なんで、行って、こう、どんな感じなのか、まあ、一回もそういうとこ行ったことないんで、ミーティング、キャンプミーティングっていうのは一回も行ったことないんで、そこで、まあ、どんな感じで皆さんが楽しんでるのかなっていうのを見たいっていうところもあって、本日は迎えたいと思います。はい。高速乗りました。で、今日ちょっと朝早く、昨日ライブ終わって、朝早くから起きてて、ちょっと腹が減ったんで、ちょっとパーキング、どこかパーキング、中央道のどこかパーキングで飯を食う、食レポ、初の食レポをやりたいと思ってます。まぁ、ちょっとどうなるかわかんないですけどね。もう高速道路走ってて、この状態になっちゃったんですよ。びっくりマークが出て、ちょっとで高速降りて、下道で行こうと思います。腹減ったんで、うなぎ屋さん、諏訪湖の近くにうなぎ屋さんがあるっていうことで、インター、諏訪インターの近くで、うなぎ食べてから向かいたいと思います。手前のお席へどうぞ。いらっしゃいませ。一応メニューでうなぎの白焼きにしました、はい、とあとご飯とキモス、はい、とあとハイボール。はい、今来ました。白焼き定食、これキモスイかな、はい、でこれが白焼き、これがご飯だね。で、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、ハイボールになります。はい、はい、そこ二つで。あ、よろしいですか。失礼いたします。二つです。ちょっとさ、食べてみます。ふわふわだよ。こういうことでいいのかな。はい、食べ終わりました。今からイベント行くということで、うなぎの老舗古畑さんということで、めちゃめちゃ美味しかったです。じゃあイベント行きます。やっと着きました。なんかこう駐車場でこう晴れが、まだ早い時間なのかもしれないですけど、なんかこうキャンプする場所があって、屋台とかもあってっていう感じですね。はい、行ってみたいと思います。どうぞ飲んでください。一人だけじゃないから。
巻きか、あとは本当にここ埋めるかどうかね。ああ、ここ真ん中のところね。巻きリアルだね。はい、今あのイベントを来させていただいて、あのステッカーいただけるということで、あのステッカーいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。どれが色ですか？オレンジがいいです。この色です。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ファミリーかっこいいっす。ありがとうございます。僕オレンジが好きで。あ、はい、僕もオレンジ好きなんですよ。今からここババイクがあって、車が、あ、来ます来ます、はい、で7時半から7時ぐらいからなります。はい、わかりました。はい、参加できるようであれば参加させてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、すいません、本日はありがとうございました。ありがとうございます。行きます。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。お疲れ様です。あれ、ゆうさんは。お、ゆうさんどうです。あ、すいません。あ、すいません。あ、すいません。あれ、ゆうさん僕全然イメージと違いますよ。ごめんなさい。すいません。なげさん。そうです。ゆっくりです。ゆっくりでしたね。ゆっくりでしたね。ここで皆さん、すみません、ちょっといろいろなんかあの、お風呂入ってきました。いや、ガス欠になっちゃって。そうですか。はい。で、あの、飯食ってきました。はい。はい、でもそこがレストランなの。そうですね。これでみんな今からバイク集まって。もう今日はあまり少ないみたいな。あとは明日。明日。佐賀さん、泊まってくの？泊まってかないです。帰るんだ。帰ります。いっぱいできないじゃん。いっぱい飲みながら大丈夫。うちのワンコが寝てるんで、あそこに。いや、撮影良かったですか？あ、いいですか？ワンコ。この子はバイクに乗りますよ。バイク犬ですか？はい、今ちょうどここユージさんのところのブースに来ました。はい、ユージさんです。ナベさんです。ちょっとまあこれ編集してあれですけど、ちょっとあの少し皆さんとお話しして、あのちょっとゆっくりしてきます。はい、ありがとうございます。一旦動画撮ります。はい、今日はあのイベント参加させていただきました。ありがとうございました。あのゆういさんとなべさんと一緒にちょっとお酒飲むことができて、まああのまたこういったイベントに参加したいとすごく僕自体も思ってて、でここからまあ多分そのハーレで来ればキャンプとかっていうことで朝まで飲むっていうことで、私自体僕自体はまああの今日は今からもう帰るんですけど、はい、皆さんに会えてよかったと思います。はじめまして。はい、ゆうじさん、じゃあ、じゃあ、じゃあ次はあのバイブズ福島で会いましょう。会いましょう。会いましょう。じゃあ、ちゃんと言って行くよって。福島福島行くよ。福島行きます。